はい、こんにちは、ビッグボーイとビッグママです。じゃあちょっと久しぶりに、久しぶりだけどアウトラストの続きをやっていこうか。はい、どこまでやったんだっけ。どこまでやったっけ。あ、なんか神父なんだ、鍵を取ったんだよ。あ、そうだ、神父を追いかけるんだ。そうで、鍵を取ったところでやめたんだっけ、確か。あ、神父をね、あの捕まえてね、ボコボコにするっていう感じかな。さて、血を。こんなんだっけ。あ、バッテリーある。バッテリーが早速2個も。幸先、幸先がいい。てか前回もしかしたら映ってたの、なんかゲームボーイみたいな。あ、違う、カメラ。デジカメラの。カメラが。操作を確認してね。さあ、行きますか。怖いですね。陽気に行けば大丈夫だよ。大泉よ。扉がある。あ、開かない感じ。お、はバッテリーがある。え、バッテリー、あ、ほんとだ。もう見とけよ、しっかり。オッケーオッケー。どこに行くんだ。バッテリー7本もあるな。いや、いい、ストック多い方がいいよ。そう、落ちていいのか。いや、ここは端。あー、絶対乱暴者のやつだよな、あいつは。また野蛮な人が。ここ行ける、通れるでしょ。うん。通って、向こう側にジャンプするとこあったから。お前や。で、主人公は指がないんだよね、確かね。さあ行くぞ。ふっ！オッケー。で。あれ？ここ、あの、指切られたやつとか。いや、違うでしょ。似てないでも。まぁ、あ、ちょっと似てるけど。なんだと。え、やばい、後ろ、後ろ、後ろ。後ろとかやばいって。で、なんだ、なんだ今の。待って、なんか前、見なかったっけ今の。ゴーストみたいな前に。いた、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 いた。え、豚じゃね、大豚じゃね。え、大豚、もう大豚お腹いっぱいだよ。大豚まだ死んでないよね。生きてる、生きてる。死んだのはトレガーだけじゃない。ああ、はい。あ、バッテリー。あ、バッテリー。バッテリー、なんか今超ある。多分これから暗いところがたくさんあるんでしょう。で、ガーンって来るからやめとけ。まっすぐ進もう、進もう。進もうか。ん？ここ。ん？どこだ？どっか上に。あ、ここ、これ登ってくるんだ。登れんのか、これ。あ、登れる。ね、身体能力は健在だな。あ、ちょっと。逆だろ。この人の身、そこの後ろだろ。この人の身体能力が高くても操作はね。あ、明るい明るい。多少だな。多少明るい、うん。床が外れた。立て付け悪いんじゃないこの建物。そっちか。なんかちょっと開いてる。怖えよ。失礼します。見る見る見る。暗視モード。ちょっと今のうちね、まあ、ストックがある。贅沢に使っていこう。雨が降ってる。雨の音。お、あ、ドキュメントでしょう。マウントマッシブ精神病院患者であるシャリー・ピアスの日記の抜粋。うん、久々にやると怖くね。怖いな。この前やった時は PT のすぐ次ぐらいにやったから。いや、まあそうだよね。意外と耐性があったけど、今回は。いや、あ、今いた。またゴースト。いた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 。あれ、ゴーストさん？え、なんなんだあれ。素早い男たち。なんか怖くのか。開かないよ。開かなくていいよ。怖い。怖いな、怖いな、なんつってね。怖いな。超怖いな。ああ。マップが欲しいな。指がない。常に、あ、バッテリーがありそうだけど、まだ、ラジオ。デジカメな。ああ、そうそう、デジカメ。隠れれると。なんか、ろうそく。うん。ん？
3D8。 いや、ロールもすごい。ん？ん？ゲージ。うわ！いや、開けるぞ、俺は開けるぞ。モザイク処理だ。今のはモザイク処理が必要なとこが。ちょっと待って、開けなくていいところだよな。今開けなくていいところな。ちょっと隠れよう。だって、どう見ても持ってきてるでしょ。あれ、音楽ってこんな怖かった？やばい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 。まあ、モザイクが結構使うな、これ。二人いた？二人いたよな。いや、だからもう一人奥行ったんかもしれない。まあ、そうか。二人は相手しろというのか？いいね。ちょっと今の部屋入っちゃう。閉じて。あ、こっち行けるっぽい。あ、行けない。怖いから走っちゃう。お、音楽か、声は。ふ、なんか喋ってない？え、気のせい？気のせいだった、ごめん。ああ、もう通れるな。ここ通ったところでどうすんの？いや、とりあえず奥に進めるか。うおー、雷落ちた。で、ここジャンプか。うん。うっ！オッケー。おい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 、登れ登れ。やばい、カメラカメラカメラ。あっ、あっ、あえ、ちょっと、やばい、やばい、やばい、おーい、やばい、やばい、やばい、残れ、残れ。おお、運動神経良すぎ。やばい、カメラなくなった。え、暗視モード使えないじゃん。使えないよ。え、バイヤーじゃね？真っ暗ですよね。え、降りるしかないのか、じゃあ。ガチで？ガチで？野蛮な人いたよ、今。あ、いや、違う違う違う。ここの下だよね、おっさん。下に落ちてった。ここから行けってことだよ。え、マジか。でも、カメラがないってことは、明るいってことだから、割と。そうだ、ね。そう考えると動きやすいっていうのもあるかもわかんない。誰もいない。怖っ。待って、野蛮な人二人いたんだよね、さっき。ブレブレしてね。うん、なんか落ちてる。バッテリーだね。じゃあ取っといて、損はないから。取っとくか、うん。バッテリーが光ってくれてもいいんやで。バッテリーもっと暗い。俺の。どうしよう。どっか降りれるのかな、この部屋から。こっちから下に降りれたか。向こうに奥にも部屋なのか？いや、関係ないの。あ、そこ。ここ降りれない。これはいけないのか。いけないの。これいけないの。え、どうやって下に下れてるの？なんか。あ、カメラあそこにある。え、暗闇に行けってこと？やっぱ。そういうことじゃないですか？マジですか？ちょっと明るい。まあ明るい方に行けばなんとかなるでしょう。便所？暗い。便所を見るとお腹が痛くなってくる。さあ、チラリズムをしていき。流れてんのが怖くね。怖い。あ、ここから下降りれるのか。降りてる。気をつけろよ。気をつけたい。ああ、気をつけたい。気をつけたい。ロッカー的なところはないんだな。これ今乗ってるとこがロッカーじゃないの？ん？あ、まあロッカーってロッカーだけど。ロッカーっちゃロッカー。入れなさそうね。入れないロッカー。音が聞こえるよ。え？じゃあ違うな。うわー！走ってるよ。いやもう。
カメラないとこんなに嫌だとは思わなかった。な、カメラの偉大さに気づいたな。これはもう、アウトラストカメラなしでクリアする縛りの人が出てくるで。いや、ほんとそれありそうだよね。ね、この人はジャーナリストでいろいろ記録しにここに来たはずなのに。うわぁ青い、あ、なんだここ。いや、またパントマイムが、まあ、前に向いてから。え、でも襲ってこなさそう。ちょっと話が聞けるかな、何か。聞けなさそうだ。暗い暗い。あ、こっち。いや、なんで、またあれが脅かし要因か。なあ、脅かし要因きついっすわ。え、でもあれで攻撃されたら終わりじゃん。だって逃げ道ないじゃん。まあ、そうだね。さあ、そろそろ、回して。あ、あった。あ、でも、絶対なんかあるぞ。この前に。取ったら追いかけてくるやつかな。さあ、どうだろう。とりあえず近づいてる感じかな。もうセーブ、セーブ。あ、取れる。取るぞ。来るか？こっち、こっちはいけないんだな。こっちはいけないんだな。OK。取るぞ、取るぞ。うん。はっ！逃げろ。こういうオチだと思ったよ。しかもレンズ割れてるし。戻れ戻れ。来た道を、あ、ちょっと。来た道を戻る。どこだ、こっちか。医療カメラも調子悪いっていう設定。こっちか。あ、こっち。オッケー。登れ登れ。登れ登れ登れ。オッケー。登れ登れ登れ。オッケー。ああ。レンズ割れてんのちょっと怖い。大事なカメラが。いや、たくさんいたぞ、今。いや、あんな人。どっから来たっけ？ここか。3階の道を見つか。そっか、さっきの。そう、さっきのところに。さっきのところ行けばいいんだ。あ、肩こるわ。直接登れる。さあ、もう暗視モードがあれば何も怖くない。あ、またジャンプか。ジャンプ。開かない。バッテリーが落ちてるっぽいか。違うな。そう、バッテリーたくさんあるから贅沢だな。使っとこう。おお、映像がこういうのが怖い。おおよよよよよよよ、立てつけな。これなんだよ、これもうさもいけっていう感じな崩れ方だな。ジャンプか、これ。あ、ジャンプだな。どう、うわ、いや、え、見てる、だって大体襲ってきそうな感じ出てるね。こんにちは。ああ、そうなんだよな、俺知ってたよ。じゃあね。じゃあね。じゃあね。ありがとう。襲ってこなかったからかな。これ一本道ってことはない、横からガンって来そうだ。ああ、嫌だな。な。ああ、カメラ大丈夫か？ああ。はい。さあ、行きますよ。そろそろマーティン来てもいいだろう。そろそろね。首がブレッて。あ、分かる。なんかあるか、あれは。あ、違う、スタンドか。ドキュメントとかありそう。ないね。なんかこの音は誰かいそうだな。ね。違う、結婚してる。あ、やばいやばい。うわー、ちょっと待って、これどっちから来る、どっちから来る。
そこの段の上隠れる段。え、いやあ、やばい、逃げ。オッケー、ここ、隙間。あれ、ちょっと。ああ。いや、あ。もう。おい、こっち来てみろ。いや、来なくていいよ。だよな、ああ、そうだよな。これ、大豚がね。ここで大豚がまた来やがるか。早く大豚処理してほしい。大豚、最後の最後まで追ってくるんじゃないかも。さあ、大豚は右に行ったな。もうアグレッシブに行こう。今ここ。あ、行った。待って、振り返ったりしねえよ、こいつ。間抜け。間抜け。こっち見てるよ。あ。こんにちは、痛い。ギャー。え、なんでそっち行ったん、お前。え、あ、なんでこっち行ったんだ。え、行った、どい。あ、入れる。入れるけど、なんもない。なんもない。向こう、逃げよう。え、どこ行く。いや、最初、あ、そうだ。一応、音はなくなったけど。ロッカーないんだな。いや、今、トイレの個室あったよ。向かいに。うん、今の部屋の向かいに。いや、トイレに隠れるとか最悪だ。いや、来てる。止まった？吐息がき。ああ。くしゃみしそうな。これは。まだ出てかない。どんな様子か見たいな。おお、よく見た。ああ。早く出てけ。向こう向いてる間に俺が出てけばよかったな。これな。今走ったらバレるよ。え、ちょっと。うわ、嘘だ。ねえ、マジで？逃げ。早く立ち上がれ、冷静に行こう、冷静に。逆でしょ、あなた。え？いや、トイレの個室、こっちか。こっち。早く。いや、ちょっと痛、普通に。ぬわ。オッケー。ちょっと待って、戻ろう。これきつくね、これ。きついな。むずくね。ここはラグくなるね。ここ通るためにラグになる。ラグっていうか重い。ロードの場所だからか。ああ、どうしようか。難しくないですか、ここ。ちょっとさっきの暖炉の中に隠れてると、しばらく部屋にいて向こう向いてる隙に先に進もう、うん、だからちょっともう一回暖炉行こう。一回見てるから暖炉じゃないと意味ないけど。とりあえずここにいよう。走るのはあかんね。チャイリーの、ここにハイリーの、少し待機するの。実はバッテリーがあと5個しかない。結構使ったよ。使ったな、結構。ナイトビジョン結構使ったな。ん、あ、映像が来た。ここに来て、向こう行って、向こう振り向いてる間にブワッて走ったらバレそうだけどね。いや、走らない。走らない、冷静に行くの、ね、さっき走ったらバレたと思うから、うん、走らずにね。早く来るなら来い。
どの辺にいるの？全然来ないな。いや、でも出たくないな。あ、すげえ音遠いな。見つかったからじゃね？さっき来たの、やっぱ。あれ来ないな。行きますか。え、いやでも、え、何かを叩いてる。見つかっても逃げられるし。行く。あの奥に行けばいい。あ、いた。いた、今だ、今だ。一回ここで待機して。あ、上行ける。上だ。オッケー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 。地形じゃん、行けるところ。なんだよ。ここで時間潰した意味。逆じゃん。え？いや、こっち見てる。お、死んだやつか。動いたりしないよね。いや、ワンチャンあるでしょ。いや、しないよね。でも別にこれが動いても。どこだよ？う、えい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 、あ、はい、え、そう。あれ、これ最初来た場所に似てない？ね、いや、ここ多分最初来たところだ。だよね。で、あっちで落とされたんだ。あれだ。そこで落とされたんだ。でも、すぐ横にはあのオーディブが、くるって音だから、オーディブは絶対追いかけてくるから。え？何なんでしょうか。あれ、君さっきの人か。映画館、映画館の照明の後ろ。ああ、子供たちって言ってるけど、うん、ちょっとですね、今回短いけど、なんかキャプチャーソフトが重くなってきたので、ちょっと今回は短いけどここまでにします。はい、まあ、キリもいいしね。うん、ちょっと申し訳ない。はい、ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。